なあ、最近店の商品がよく盗まれるんだけど、何か知らないかい？いや、初めて聞いたよ。被害数は少ないんだが、主に食料が狙われているんだ。今のご時世じゃ見逃すわけにはいかないだろう。確かにそうだな。俺もその犯人探しに協力するよ。そいつは助かるな。よろしく頼むよ。とは言うものの、何か当てはあるのか？ああ、村の人にもいろいろと聞いてみよう。盗みなんか心配しなくてもいい村だったのに。それだけ生活が苦しいということなのだろう。盗みをしたくてしている者などおらぬ。最近盗みが流行ってるみたいだね。僕もお金とか取られないように注意しないと。そういえば、以前犯人らしき影を見たんだ。大人の大きさには見えなかったな。どうも盗みを働いてるのは二人で行動してるようだぞ。聞いた情報をまとめると、犯人は二人、それも子供の可能性が高いな。確か水車のそばにいつも兄弟がおったな。何やら隠し事をしているように思えたが。何か知っているのかもしれない。一度話を聞いてみようか。教えてほしい。君たちがこれまでの盗難の犯人なのか。いきなり尋ねるってことはもう分かってるってことだよね。そういうことだな。そうです。僕と弟の二人で盗みました。どうして盗みなんて働いたんだ？父さんにやれって命令されたので。父親に盗みをやれと？実の子供に盗みを強要するなんて。今君たちのお父さんはどこにいるんだ？多分酒場にいると思います。分かった、酒場だな。ああ疲れたな。おい、あんたがあの兄弟の父親か？ん？誰だあんた。自分の子供に盗みを働かせて恥ずかしくないのか？盗み？ああ、飯をそのあたりで適当に取ってこいってな。別にいいじゃねえかよ。というかあんた誰だよ。俺は今酒飲みで忙しいんだよ。話にならんな。こんな奴を相手にしても時間を浪費するだけだ。こんな父親、呆れるな。しかし依頼人にはどう説明する？真相を話そう。その後あの兄弟を何とかしてやらないと。最近はどうも疲れやすい。犯人見つかりましたか？ああ見つけたんだけど。いろいろ。なるほど、父親に強要された子供たちが犯人だったと。物を盗んだという事実は事実だけど、できればあの子たちは救ってやりたい。そうですね。私の方からも他のお店の人に掛け合いましょう。助かる。あとはあの兄弟の今後だけど、ろくでもない父親の元から離れさせた方がいいな。このご時世みん
が厳しいですからね。でも頑張って探してみます。そうだ、依頼料をまだ渡してなかったね。ちょっと少ないけど、店のみんなで出し合ったお金だよ。なんということだ、子供を盗みの道具にするだなんて。まさかこんなことが起こるなんて。そこまでしなければ生きていけないのか、俺たちは。少しでも魔物を減らして人々の暮らしを取り戻さねばな。